東京都八王子市。駅から徒歩3分ほど歩いたところに小さなパチンコ店があった。パチンカス、一の仕事場である。日本でも有数のパチンカス。彼らの仕事は決して世間に知らされるものではない。我々はパチンカスの一日を追った。9。朝早いですね。俺。そうですね。狙い台があるので誰よりも早く来なければいけなかったので。ただちょっと早すぎましたね。まだ誰も来る気配ないです。日が昇る前、人々が行動する前から一は動き出す。まあ早く来て損はないので、ちょっとコーヒー買ってくるのでここで待っててくださいね。そう言って駆け足で買い物に行く一の目は輝いていた。9。これからお仕事ですか？そうですね。って言ってもまだ仕事まで4時間くらいありますが。時刻はもうすぐ6時になろうとしていた。あ、コーヒー買ってきたので皆さんもどうぞ。そう言って我々スタッフにコーヒーを配る一。熱い缶コーヒーを持つ一の手は誰よりも熱い。朝7時半、一のもとに一人の老人が現れた。お知り合いですか？そうですね。この人は常連の人なんですよ。最近仲良くなったんです。まあ、名前も連絡先も知らないんですけどね。老人は少し話し、雑誌を置いてどこかへ行ってしまった。この雑誌は？場所取りですね。あんまり良くないんですが、暗黙の了解みたいになってます。8時、人がかなり増えてきた。なぜこんなに人が？今日は7がつく日なんですよ。7がつく日はかなり暑いので、隣の市からも人が来たりしますね。一の顔に少し焦りが見えた。いつもより人が多い。ちょっと厳しい戦いになりそうですね。そう言って一はタバコに火をつけた。焦りを悟られてはいけない。勝負は並びから始まっていると一は言う。8時半、店のスタッフが小さな箱を持ってきた。あの箱は？あの箱には抽選券が入っているんです。番号が早い順に店に入れるので、ここが勝負どころですね。抽選だと早く並ぶ必要はなかったのでは？あ、そのわけは後で。今は一緒にくじを引いてください。できれば下の方から。運命の抽選が始まる。我々と1合わせて3枚のくじを引いた。1に我々のくじを見せると少し表情を歪めた。一番早くて30番か。狙い台は取れるか微妙ですね。焦りを隠せないのかタバコに火をつける。なぜくじは下から？そうですね。実はここの店は下の方からくじを取ると早い番号が取れるんですよ。常連さんと研究しましたからね。そう言って笑う一の笑顔にプロの面影が確かに見えた。9時、我々と一は近くのファミリーレストランに向かった。朝食ですか？そうですね。もし高設定をつかんだ場合、夜まで何も食べれないですからね。皆さんも今のうちに食べてください。そう言い放つ一の顔は少し痩せている。睡眠、食事、この2つが満足に取れないこの仕事は
非常に危険なのだ。ああ、もうこんな時間ですね。急ぎましょう。つかの間の休息ももう終わりのようだ。9時45分、我々と一は駆け足で店に戻る。少し時間が早いのでは？いえ、遅すぎるぐらいですね。他のライバルたちが何を打つか、何番で入るかなど聞いておかないとダメなんです。一は異常な熱気に包まれた人だかりへ飛び込んでいった。10時、ついに開店である。番号順に呼ばれて入る人々はまるで戦場に向かう戦士のようだ。さあ、もうすぐ僕たちの番ですね。少し駆け足になります。感情が高ぶっているのか、声が震えていた。30番が呼ばれ、1が駆け足で行く。1の背中は他の人とは違うオーラを放っていた。我々が1の元へたどり着いた時、試合は始まっていた。狙い台は取れましたか？2番狙いの台が取れましたね。みんな寝台の方に走っていったので運が良かったです。この運の良さもまたプロには必要なのであると1は語る。この台は何ですか？スロットの緑ドンですね。実はここ数ヶ月7の日に設定を入れてなかったんですよ。今日はおそらく入ってると思いますね。我々に説明しながら仕事をしている一の顔はとても自信に満ちていた。12時、周りの台が騒がしくなってきたが、一の台は依然として静かである。少し調子が悪いですね。そう言って一は席を立った。どこかへ行くのですか？ああ、いえ、少し周りの様子を見ようかなと。自分の台がもし低設定だったら、少しでも早く見切りをつけないといけないですからね。設定の見極めがこの仕事のすべてであると一は言う。店内をぐるりと回って一は帰ってきた。他の台もそんなに出てないし、まだこの台が低設定だとは言い切れない。一応様子を見ながら打ちます。周りを気にしながら仕事に打ち込む一はさすがと言うべきか。昼1時、ようやく一の台も騒がしくなってきた。ようやく1000枚ですね。まだ4万負けているのでここからが勝負です。そう我々に言いながら箱にメダルをスムーズに移す。熟練の技がここにあった。4万負けとは？そうですね。この1000枚出すのに6万円使ったんです。1枚20円なので1000枚で2万円。なのであと4万。つまり2000枚出さないと負けなんです。午後3時。1000枚あったメダルももうなくなろうとしていた。さて、台を変えましょう。そう言って一は箱にわずかなメダルを入れて歩き出した。ちょっとすいません。おもむろに走り出す一。人混みを縫うように避けて台のところまで行った。見てください。そう言ってデータの方に指を指す。そこには 1053G と表示があった。これは何ですか？このバジリスクという台なんですけどね、天井があと 200G なんですよ。興奮を隠せない彼は急いで打ち始めた。天井というと？天井っていうのはその天井に行けば必ず当たるゲーム数のことです。この台だと1000枚ぐらい出るかもしれないですね。嬉しそうに語る一。やはり知識も豊富である。
長いプロ生活のため、ほとんどの大の知識はあると豪語していた。台を変えてからほどなくして、どうやら天井に入ったようだ。よし、天井から ART スタートです。ここからどれだけ伸ばせるか、今日の負けをどれだけ取り返せるか。気合を入れて回す位置の動きは、もはや何かに取り憑かれているような気迫を感じた。午後4時、1の台が静かになった。900枚か。上出来だ。さて、これはもう流します。そう言ってメダルを箱に移し、店員のところへ持っていく。今日はもう終わりですか？はい、今日はもう終わりです。もう高設定も空いてないだろうし、打つだけマイナスになってしまいますからね。メダルを流し終わると、1は店内を歩き回り始めた。どうやらデータを集めているみたいだ。仕事がうまくいかなくても、次のためのデータ収集を怠らない。そこにも彼がいかにプロであるかというのが伝わる。いやー、さっき売ってた緑丼、調子が上がってきてますね。もしかしたら設定あったのかもしれないですね。苦笑いしながら我々に悟られないように唇を噛みしめているのが分かった。プロはこういうのを何度も経験するという。店から出ると一はタバコに火をつけ一服し始めた。これからのご予定は？帰って今日の収支をつけますね。また10時半頃にデータを取りにここに戻ります。それを毎日ですか？ほぼ毎日ですね。やっぱりデータがないと勝てないですから、この仕事はデータ命です。毎日だと辛くはないのですか？そうですね。正直辛いですね。収支も安定しないですし、こんな仕事じゃ結婚もできない。就職を考えたこともありました。ではなぜこの仕事を？やっぱり忘れられないんですよね。フリーズを引いた興奮、まんま出した時の達成感、これがあるからこの仕事を辞められないんですよね。そう語る一の目はとても輝いていた。午後5時、帰宅のチャイムが鳴り響く中、茜色に染まる道を一は歩く。その道は決して楽な道ではない。負けても後ろを振り向かない。勇敢に立ち向かうプロがそこにはいた。パチンカス。彼の明日はまた早い。